今あった話にあったミドルズです。フェイスブック球場の会にも入ってるんですが、本職は歌人です。短歌を読むのが商売で、まだ駆け出しなんですが、戦争を拒む若者を集うとぞ、君を友連れ議事堂を囲め、こういう歌を歌いました。今度歌集に載せるんですが、角川から出します。で、家で仕事をすることが多いもんですから、時間が余ることが多いんですね。まだ商売そんなにうまくいってませんので、そうすると余った時間がやっぱりもったいないと、そこでこういうプラカードをつけて駅前に立ってます。でいつから始めたかというと、今年の6月の中旬から始めました。で、7月中8月中はほぼ毎日で、9月に入って強行採決の後は週2回と決めてるんですが、これスタンディングという方法なんですね。で、フェイスブック球場の会の先輩たちがですね、スタンディングをやってるんで、やってみないかって誘われたんですね。で、最初はプラカード持って立ってるだけだから、あんまり意味がないんじゃないかと思って、半信半疑でやってみたんですよ。ところがですね、プラカードを持って立つと、いろんな人が声かけてくれるんですよ。反対の人も賛成の人も。頑張ってくださいねっていう人もいるし、いや君の言ってることはおかしいよ、中国攻めてくるよっていう人もいるんですよ。で、そういう人といろんな話をしました。で、6月中旬から延べ200人ぐらいの人と話しました。で、200人ぐらいの人と話して、それで意見が合わなかった人もいるし、こちらの意見を納得してくれた方もいるんですが、一人ね、象徴的な人がいるんですよ。その最寄りの駅の自民党の多分ね、支部かなんかのボスじゃないかと思うんですよ。非常に体格のいい方で、で60年安保戦ったんです。60年安保戦ってなんで自民党になったのか僕分かんないんですが、その人がね、駅に立つたびに会うたびに私に声かけるんですよ。で、4回ぐらい話したんですが、一番最初はね、かなり話し込んで、君が一生懸命頑張っても日本は変わらないよ、60年安保で俺頑張ったけど今じゃ自民党だからねってこうなんですよ。それじゃいけないでしょって言って、1回目は物別れ、2回目は一言、あ、今日も立ってるんだ、頑張ってるねって言うんですね。で、3回目、あ、今日も立ってるんだ、頑張ってよって言うんですよ。で、だんだん変わってくんですよ。で、最後、おとといですけど、いやー、本当はね、僕はね、自民党なんだけど、安倍じゃダメだと思うんだよ。安倍じゃダメだと思うんだよ。でね、僕は自民党の中で声出したいんだけどなかなか出せない。だから、野党共闘やって、どうしてもね、安倍を下ろしてほしいっていう、懇願するんですよ。でね、今日は持ってきませんでしたけど、戦争法案反対、野党は共闘、新しい政府をっていう3連のプラカードがあるんで、それをいつも持つことにしてるんですが、それを見て、しげしげと見て、君に質問があるんだけど、野党共闘どこまで話進んだんだいって言うんですね。で、野党共闘は、いろいろ話があって各党で差がありますけれども、どうも戦争法をなくして安倍退陣を求める新しい政府を、求めるというところまでは進んだらしいですよ。それが共産党の言う連合政権になるのか、国民政府になるのか、小沢さんの言うオリーブの木になるのかは分かりませんけど、そこまで話は進んでるそうです。あ、そうか、民主党には頑張ってほしいんだけどね、こういう話です。だから先ほどから世の中を変えるにはどうしたらいいか、やっぱり周りの人に話しかけなければいけないんじゃないかとかいう意見が出てましたけども、僕実感としては少しずつですけど世の中変わりつつあると思います。諦めずに頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あと4名いらっしゃいます。